えーとえー、最初にあの宇宙飛行をしましたのは1996年の1月でしたけれどもその時にあの私の NASA の宇宙飛行の出のチーフがここにいらっしゃるボブ・カバナさんでした。 昨日、私の初めての宇宙飛行の時のコマンダーのブライアン・ダフィさんから激励の E メールをいただいて、そういった素晴らしいリーダーに恵まれて、そういった人たちから私は多くのことを学ばさせていただいたと思います。まあ、恩返しという意味も含めて、今回、私と一緒に飛ぶ3名のルーキーの仲間がいますけれども、宇宙飛行、特に最初のところを、ね、少しでもトランジッションが簡単になるように、ベテランとして支えていきたいなというふうに思っています。